はい、こんにちは、チェチェチャです。今回はカプコン TV で明かされた15周年記念の新グッズ5つご紹介したいと思います。まず1つ目が黒竜ミラボレアスのフィギュアビルダー。今まで名前が公式でも出されることがなかった近畿のモンスター黒竜ミラボレアス、なんとフィギュアビルダーのクリエイターズモデルで発売されることが決定しました。ミラボレアスのグッズってこれ初じゃないですか？違います？今までなかったように思うんですよね。ちなみに同じシリーズのリオレグスは以前動画でもご紹介したんですが、ものすごいクオリティでした。こちら発売日などはまだ決定しておりません。もちろん買います。続きまして、モンスターハンター15周年記念 T シャツミラボレアスです。黒い T シャツが黒竜ミラボレアス、赤い T シャツが黄竜ミラボレアス、白い T シャツがソリューミラボレアスをモチーフにしています。ソリューマジか、絶対欲しいですね。全種類買えます。こちら明日2月7日から予約開始で4月19日に発売予定だそうです。ただし予約数が一定に達しない場合は発売されないということです。ただこういう企画で今まで発売されなかったというのがなかったはずなので、予約すれば手元に届くんじゃないかなと思います。続きまして、サマンサタバサとコラボ第2弾です。牛革のショルダーバッグ、ラウンドジップの長財布、通常の長財布、折り財布、コインケースです。これいいですよね。特に男性は使いやすいかなと思います。どうしようかな。ちょうど革のカバンは最近買っちゃったんで、長財布を買おうかな。ただね、どうしようかな、ちょっと迷いどころですよね。こちらは全国のサマンサタバサ店頭で3月12日から発売予定とのことです。詳しくは2月7日に15周年記念サイトで掲載されるとのことです。続きまして、ラオシャンロンのソフビです。全高30センチメートル以上の大迫力のソフビだそうです。お値段はまだ決まっていないようで、予約開始は3月の中旬頃、発売日は10月下旬だそうです。買います。続きまして、ユートレジャーさんとのコラボで指輪とネックレスです。私は金属アレルギーなので身につけられませんが、かっこいいですよね。こちらも3月12日発売予定です。また通常のブライダルリングにアイコンを裏彫りできるセミオーダーサービスも同時スタートするそうです。こちらはユートレジャーさんの公式サイトで明日以降公開されるとのことです。最後に、ユーハイムさんとのコラボでこんがり肉のバームクーヘンです。ミニサイズは1人用で、大きいサイズは50人用だそうです。こちらは3月12日にユーハイムさんのオンラインショップで発売されるそうです。私は1人用の肉を買います。バームクーヘン久しぶりだな。以前ツイッターでも言いましたが、2月8日朝9時の大型アップデートで近畿のモンスターミラボレアスが来るのではないかと期待してしまってます。だって来ないとモンスターハンターワールドからのハンターさんはミラボレアスって何ってなりますもんね。まあ今までの人は知ってるだろうということで、15周年にミラボレアスグッズを出すという考えもありますし、もしかするとモンスターハンター 4G のリメイクの可能性もありますし、期待しすぎないようにおとなしく待とうかなと思います。あとラオシャンロンが10月発売ということで、これもアイスボーンに合わせてきてる感じがしませんか？ただの予想なんですけど、アイスボーンにラオシャンロンが来るかもしれないですね。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。私ウィッチャー3全然知識ないんですけど、ドラゴンと何か結びつけるようなストーリーとかありますか？ご存知の方、よければコメントください。またねー。